踊ってましたから面白い真面目な顔をして、これ自前だろお前。そうです、自分のだろ。そうです、だって完全にもうすごい付き合い長いっていう感じで、はい、使い込んだ体の一部になってるもんな。そうです、これも明日はあの北海道に行きます。2人で営業で。はい、ドリフの付き人を何年ぐらいやられたんですか。16年。あ、16年もそんなにいたの。あれ、白く塗っていた人ですよね。私子供の頃見ててすごい怖かったんですよ。久保さんが出て白い人が出てくるともうすごい怖くて。覚えてますよ。でもね、釘付けになるんですよね。あ、笑い方が特徴あるんですよね。笑ってみます。あ、笑ってください。いいですか。これは貴重だろ。これは貴重ですよ。この芸はめった見ないで。あんなにかっこよく踊る人は初めてですよ。今あの後継者を探してるんですよ。